クリスチャン・クリエンは、オーストリアのホーエンエムス出身のレーシングドライバー。幼い頃から、カートレースをはじめ、アイルトンセナのレースを見たことで、F1 ドライバーとなることを決意した。1996年から1998年に、かけ、クリエンは、スイスとオーストリアのカートレースを転戦し、 1996年に、いきなりスイスのカートチャンピオンとなったのを手始めに、その後もいくつかのレースで勝利を収め、1999年には四輪レースに転向し、ドイツのフォーミュラ BMW ジュニアカップを戦い、4勝してシリーズをランキング4位で終えた。翌年は、フォーミュラ BMW のドイツ選手権にチームロズベルグから参戦し、総合10位。 新人の中では3番手でシーズンを終えた。2001年も同シリーズに参戦し、5勝するとともに、ランキング3位でシーズンを終え、この年はイタリアフォーミュラルノーの冬季選手権に参戦するため、JD モータースポーツと組み、同シリーズにおいて1勝を挙げるとともに、同チームとともに2002年はドイツフォーミュラルノーに参戦。クリエンはここで4勝して、ドイツチャンピオンとなり、 同シリーズのヨーロッパ選手権においては5位を得た。翌2003年は、ユーロ F3 にミュッケモータースポーツから参戦、ライアン・ブリスコーとタイトル争いを繰り広げ、4勝を挙げるがチャンピオンは、ブリスコーに譲る結果となる。同年には、ザンドフールトで開催されたマールボロマスターズにおいて、優勝を遂げている。クリスチャン・クリエン2005年アメリカ GP2004 年、 レッドブルによる援助を受け、クリエンは、ジャガーレーシングのシートを得て、念願だった F1 参戦の夢を叶えた。マネージャーは、父のヨハネス・クリエンである。初年度のクリエンは、同チームのファーストドライバーであり、評価が高かったマーク・ウェバーと組むこととなり、大きなプレッシャーを抱えたものであったが、いくつかのレースにおいて、内容で、ウェバーを上回るなど、時折印象的な、 速さと能力を見せた。ベルギー GP において F1 での初ポイントを記録したが、結局このシーズンの入賞はこのグランプリのみとなり、ランキングは16位となった。2005年イギリスグランプリ2005年に向けてのシーズンオフのテスト期間中、クリエンはジャガーレーシングを買収して発足したレッドブルレーシングにデビッド・クルサードとビタントによりウッチと共に参加した。 レギュラー候補を3人抱えていた、レッドブルチームは、シーズン中、クリエンとリュッチに数戦ずつ交代で走らせることを決め、クリエンは差し当たり、開幕戦から数戦をクルサードと共に戦うこととなった。この年、クリエンは関係者の予想を裏切るレッドブルの意外な、速さを武器に開幕直後から活躍を見せ、開幕戦オーストラリア GP と、 第2戦マレーシア GP で連続入賞を遂げ予選グリッドも常に3列目4列目につけるという上々の滑り出しを見せた第4戦サンマリの GP から第7戦ヨーロッパ GP まではリュッチにシートを譲ったが残りのレースはすべて任されシーズン中に計5戦で入賞しランキング15位でシーズンを終えたシーズン前は 第8戦カナダ GP でクリエンに一度シートが戻された後もシーズン後半でまたリウッツに再度の交代があるものと思われていたがそうはならなかった要因としてはクリエンが力強いパフォーマンスを見せていたこと2005年のレギュレーションでは予選出走順が前線順位の回からとなり交互に出走することで予選が不利になるのを避けることこの時期 レッドブルがミナルディを買収し、クリエン、リュッジ両ドライバーに、翌年のシートを確実に保証することが可能となった、ことなどが考えられる。2006年もレッドブルから参戦することとなったが、獲得ポイントは、チームメイトのクルサードを下回る2ポイントにとどまり、第15戦イタリア GP を最後にシートを、サードドライバーのロバート・ドーン・ボスに譲り、レッドブルから離脱することとなった。 レッドブル離脱前後から中国、日本、ブラジル GP をスパイカー MF1 のサードドライバーとして参加するべく動いていたが、スパイカー MF1 がそれぞれアレクサンドル・プレマ、エイドリアン・スーティル、アーネスト・ビソー、サードドライバーに起用すると発表したため、今年の F1 公式セッション参加はなくなった。2007年のシートを模索していたが、ホンダレーシング F1 チームより、 サードドライバーとして迎えられた。グッドウッドフェスティバルホンダでテストドライバーとして活動。イギリス GP ではジェンソン・バトンが背中痛を訴えたためプラクティスセッションを一度だけ走行した。この年限りでホンダを離脱することを表明しているため、結果的にホンダでの公式セッションはこの一度だけということになった。またシーズン中からレースシート獲得を見据え、 ベルギーテストではホンダに所属しながら、スパイカー F1 でテストをした。同州にはホンダでもテストを行っていたため、1週間で2つのチームを経験したことになる。スパイカーでのレギュラーシート獲得を見据えたテストであったが、結局チームはスポンサーを欲していたこともあって、山本サコンにそのシートを奪われた。また、シーズンオフのバルセロナテストでもフォースインディアでのテストに、 参加し、2008年のドライバー候補として、名前が上がったものの、ついにはそのシートも獲得できなかった。バーレーンインターナショナルサーキットにて、BMW ザウバーのマシンを、テスト走行するクリエン2008年度の BM、BMW ザウバーのリザーブ兼テストドライバーとなる、ことが決まり、同チームに2年間在籍した。この間は、F1 における、 リザーブ県テスト職を兼任しながら、ルマン24時間レースに出場した。2008年は、フランク・モンタニー、リカルド・ゾンタと、組3位を獲得。翌年は、ニコラ・ミナシャン、ペドロ・ラミーと、組6位に入った。BMW ザ・ザウバーの母体である BMW が、撤退したため、ドライバーシャッフルに乗じて、レギュラーシート獲得を狙ったが、惜しくも、 ペドロデラロサにそのシートを奪われてしまう。また、USF1 においても、ホセマリア・ロペスとシート争いをしたが、チームは、下級な資金調達を狙っていたため、これもロペスに決定した。5月5日、ヒスパニア・レーシング F1 チームより、クリエンをテストドライバー兼リザーブドライバーとして迎え入れた、ことが正式に発表された。 かつてスパイカーにおいてシート争いをした山本サコンも同チームのテストドライバー兼リザーブドライバーに迎え入れられたばかりであった。スペイン GP 金曜午前中のフリー走行では26周を走り、久々の走行でさらにぶっつけ本番という状況下で、レギュラードライバーのブルーノセナより0.5秒近く早いタイムをマークした。シンガポール GP にて、 山本サコンが食中毒のために欠場が報じられると急遽代理としてシートに座った。予選ではセナを1秒以上も上回るタイムをマークした。その後ブラジル GP とアブダビ GP にも山本サコンに代わり出場した。フォーミュラ3ユーロシリーズ F1 ヨーロピアンルーマンシリーズ世界耐久選手権スーパー GT ブランパン GT シリーズ 耐久カップルマン24時間レースハット HRT F1 チームヒスパニアレーシングサインズクリスチャンクリーンアズ A リザーブアンドテストドリブルトフ1公式ホームページニュース2010年5月5日山本サコン食中毒でシンガポール GP を欠場代役はクリエン F1GATE.com http://f1-gate.com スラッシュ SAKON スラッシュ f19266 HTML 2010年9月26日閲覧 f1gate.com 2010年5月7日ありがとうございます